階段アミーゴ。まあ、なんか通じたとか分かったんでしょうね。そうですね、はあ、いやでもそういうケースの話に思い出したんですけどいやこれまあそんな、まあ、サクッとした話ではあるんですけど本当に今聞いててちょっと話がありまして、はいはい、ですね、これお話聞かせてくださったのは、ですね、女性の方だったかな、はい、あの A さんという方としましょう、はい、でその方今東京でも働かれている方なんですけども、地元が東北地方のある、まあ、地方なんですよ、うん、で、確か中学ぐらいの時に、まあ、実家に暮らしていたんですけども、その実家というのが2階建ての1戸建ての家なんですよね。で住宅街にある1戸建ての家で隣にあの老夫婦が住んでたらしいんです。で、まあ、田舎っていうのもあるかもしれないですけど隣近所お付き合いもあったんで隣にいる老夫婦の方もあの知り合いで、でよく道で会ってもご挨拶もしますし、老夫の方が何かこうお土産もらったんでとかお裾分けしてもらったり逆にお返しをしたりとか、まあ、そういう近所付き合いいい関係性っていうのがあったらしいんですよね。で、まあ、そんな地域にその A さん住んでたらしいんですけれども2階に自分の部屋があったんです。でそこで、まあ、毎晩寝てるんですけれどもある日の夜その自分の部屋のベッドでこう寝ていたら夜中に何でしょうねこうその部屋の隅に洋服ダンスがあるんですけどね、うん、その洋服ダンスっていうのがいわゆる観音開きのこうパカッと開く扉になってるんですけど、うん、その扉がカタ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 って揺れ始めたらしいんですよ。で最初は何の音か分かんなかったらしいんです。寝ててなんかカタ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 って音がするんで、え、なんだろうこれって思って、で見たらあの扉がこうカタ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 ってこう開こうとするんですよね。で、え、何これ。で最初は中に何かこう動物か何かが紛れ込んでるのかなって一瞬思ったんですけど、当然そんなわけない、別にペットも飼ってないですし、何と思って、でそうなってくるとだんだん怖くなってきたらしいんですよね。で見てるんですけどそのカタカタがやっぱりこう動き続ける。で恐ろしくなってちょっとお母さん呼びに行こうと思ったんですけど、そういう時の心理って起きると そこにタンスがあるんで近づけないんですよね、うん、怖くて、うんうんうん、でどうしよう見に行きたいけど怖いしと思ったらカタカタカタが続いてるんですよ。ただだんだん体がぐーっと重くなってきていわゆるこう金縛りの状態になったらしいんです。でもうそうなってくるとこれ確実にもう何でしょうね、自然現象じゃないと、うん、何かやばいことが起きてると思ってその瞬間すごく恐ろしかった。でただあのやっぱ怖いんで目が離せないんですよ、うん、でそうしているとカタカタカタっていう音が突然ピタッて止まったんですよね、うん、で止まったって思ったらその洋服ダンスの扉がパーンって開いて中から人が出てきたんですよ。うわ、でそれがあの結論から言うと隣に住んでるおばあさんなんです。おばあさんがふーっと出てきてあの洋服ダンスからでしょ、でって絶句するじゃないですか。そのおばあさんがくるっとこっち向いて大丈夫って言ってそのままスッと消えたらしいんですよ。でただここでさっきの、まあ、観点とか戻るんですけど、ただ怖いっていう感情がその瞬間ふっとなくなったらしいんです。でしかも不思議なのがこれおばあさんなんですけど、さっき言った通り隣のおばあさんもう昔からちっちゃい時から知ってるおばあさんですけど、少なくともビジュアル的に10年以上前のおばあさんの姿らしいんですよね。少し若いこのおばあさんの姿がふっとできて大丈夫だけでふっと消えた。でその時点でもう怖いって感じじゃないんですよ。なんで隣のおばあちゃん出てきたんだろうって思ったらもう体は当然動く状態で、まあ、起きて、で夢でも見たのかと思うんですけど、もうその時点で夢じゃないと分かってますんで不思議だなと思っていたら、あの本当にこれ不思議なんですけど、え、次の日隣のおばあさんが亡くなられたという事実を知ったんですよね。で聞いたらそのおじいちゃんの方に聞いたら、あのちょうどおばあさんがタンスから出てきた瞬間っていうのがおばあさんが亡くなられた時間だったらしくて、ちょっと突然あの急に体調崩して亡くなられたらしいんですけれども、でやっぱり何感じしてたのかなって思ったらしいんですよ A さん。でやっぱりどうもそれが気になってて、まあ、お通夜お葬式が終わってちょっと落ち着いた頃にその隣のおじいさん、つまり亡くなられたおばあさんの旦那さんと話す機会があって、いやちょっとこういうことを申し上げるのはもしかしたら良くないかもしれないんですけど、実はあの奥様がね、あのおばあちゃんが亡くなった時に私こんな不思議な経験をしたんですよ。たらおじいちゃんが、あ、やっぱりそうかって言ったらしいんです。え、
で、え、どういうことですかって言ったら、いや、実はなと、僕もその妻が亡くなる直前になんかそんな予感がしてたんだと言うんですよね。で、そのおじいさんが言うには、ちょうどそのおばあさんが亡くなられる日の、亡くなられる日の朝か、朝ですかな、そう、日が昇った時におばあさんがちょっと買い物に行ってくるって言って自転車に乗って出て行ったらしいんです。それをおじいさん見送ったらしいんですけど、なぜかその時おばあさんの下半身が透明で透けてたらしいんですよね。で、おじいさんもその、え、なんでだろう、まあ、目の錯覚かなと思ったんですけど、妙にそれが気になっていたと。そしたらその日の夜におばあさんが亡くなられたと。で、その瞬間に隣の家の A さんが先ほどのタンスから出てくるという現象に見合わせたというのがあったんで、おじいさんとしては、あ、やっぱり何か亡くなる前の何なんでしょうね、こう伝えようとしてたのか、予兆があったのか、そういったものだったのかなという、ちょっとそんな話を聞かせていただきました。